行けお母さん、破壊光線。うわー、大量大量。ファイヤーサーモンください。ファイヤーサーモン入りました。3、2、1、ファイヤー。デカ巻き寿司ください。デカ巻き寿司でーす。お金が大量だちょー。2人で頑張ったおかげだね。マニー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 。すいません。大将、久しぶりだな。お店の方はどうですか？実はうちの店は1年前に強盗にあって潰れたんだ。そうだったんですね。暗い話はやめな。特上握り1個。はいよ。いやー、美味しかった。小僧、からも俺の意志を受け継ぐ者として頑張ってくれよ。はい。ところで強盗の犯人って捕まったんですか？それがまだなんだ。この顔に見覚えはあるか？ああ、もうなんで皿洗いなんかしなきゃいけないのよ。お、大量のお金じゃないの。これはおか、泥棒ばばあ、見つけたぞ。待てよ。なんでこうなるんだよ。ただいま。おかえり。今日もあいつら入りさせないわよ。大丈夫だよ、来てないから。玄関にはね。みたいだ。さあ次は誰かしら。あんたたち何言えおせんだよ。門町よ。門町の門町よ。あとはあの元凶のクソ息子ね。怠慢で勝負しようじゃないか。望むところよ。これでもう懲りたかしら。さあね。どういうことだ。お
母さんがバケツを使ってペンキを撒いてる間にまた試しを食べに来てた浜井先生を身代わりに使ったのさ。塗られても私はまだまだ戦えるわ。あんたたち人の家を使うときはマナーが大切なのよ。はい、ごめんなさい。ま、分かってくれたらいいの。マナーを守ってくれたらまた遊びに来てもいいわ。え、いいの？いいわよ。みんなちゃんと遊んでるかしら。アニャ占いするます。占いお願いします。私結婚ができなくて職場でいじめられてるんだな。え、なんでわかるの？すごすぎる占い師だわ。はい、結婚相手は見つかりますか？素敵な旦那さんは。ねえねえ、お前無理。地球に隕石が落ちるぐらい可能性ない。ガビーン。でも心が軽くなりました。ありがとうございます。ピーナッツ。あ、これね。やっぱお前いいことすると結婚できるぞ。その後アーニャの占いは話題を呼び、いつしかこの世の予言者と呼ばれ、世界中、いや宇宙中から注目されることになった。アーニャさん、今後世界はどうなりますか？アーニャさん、ピーナッツくれれば地球安全になれます。ピーナッツですね、持ってきました。これ落花生、ピーナッツ違う。すいません。アーニャ怒った。隕石、落花生。アーニャ冗談もいい加減にしろよ。アーニャワクワク。預言者様が隕石を落下させろと言ったぞ。早く落下させろ。多分これがピーナッツかと。ピーナッツ隕石だ。あ、アーニャのせいと違う。お前本当に隕石来てるじゃないか。すげえ。なんてたくましい人だ。僕と結婚してください。本当に旦那さんができるなんて。お願いします。はは、できた。いいですか皆さん、今日が入学試験です。夜さんはユーモアが足りないのでお笑いを見て勉強しといてください。はい。おお、よし、礼儀作法を教えるぞ。お座り、お手、一周回ってワン、なんちゃって。それは犬やないかい。休みの日は何をしているんですか？美術館などに行きます。いいぞ、いいとこの子っぽい。好きな食べ物は？あー、ピーナッツ。ガシャバカピーナッツというピーナッツが娘は好きでして。下品ですね。もっとエレガント。聞く、ちなみに孤児院で育ったとありますが、本当のパパママと今のパパママ、どっちが好きなのかな？え、そんなそんなひどい質問をしてくるのか。君は本当のパパとママに捨てられたんだよね。あれ、もう泣いちゃってんの？失格じゃない？下品じゃない？エレガントじゃなくない？俺も万引きとか生徒のお金とか盗んでるけどね。頼む、耐えてくれ。シク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 、泣いちゃった。犬みたいに。ほら、犬め。万引き、はぁ、万引き、恐喝、
あ、な、何言ってんだ。万引きと恐喝してるの知ってる。駄菓子屋で。こんな、だからもうこれ以上言われへん。ほら、明日中山で犬みたいに。ここまでやめろ。彼女は殺し屋だった。あれ面白いだろう。父待った、父待った。あ、ちょっと休養、音楽でも聴いてて。あー、ゾクゾク。校長濱家を伝説の殺し屋から守れ。伝説のスパイが守る校長濱家を殺せ。楽勝では。私ももっとあなたのことを知ろうとすればよかった。父と母、イチャイチャしてない。おい、お前は今から救助を求めろ。そんなことしたら殺されちまうよ。今ここで死ぬのとどっちがいい。わかりました。ルール違反、お仕置き。いや、やめてくれ。イケメンの言うこと、絶対。やはり運営もこのシステムエラーに気づいてないようだな。今日はもう寝るぞ。はい。変なことしようとするなよ。はい、お坊ちゃま。おい、だから言っただろ。申し訳ございません。
なぜ戦わないのですか。彼を倒せば賞金を独り占めできます。俺の目的はこのゲームを終わらせることだ。おい、どうなってんだ。カメラに不具合が生じたようです。早く続きを見せよう。ゲームの妨害をするのは許しませんよ。おら、もらった。なんでお前が。ああ、前回のゲームで優勝した後にマスターに任命されたんです。クソ野郎、おら、くらえ。気合火起こし、おら。ダメか。どうした、そんなもんか。このままだと負ける。そうだ、そう簡単には逃がさないぜ。誰か助けて。誰も助けてくれねえや。ルール違反、お仕置き。マスター、お待ちしておりました。カメラの調子が。あ、ビップ様、楽しんでいただけましたか。途中から映像が途切れたんだ。どうなってる。それでは続きをお見せしましょうか。な、何をするんだ。お、終わったのか。ゲームクリア、カップル成立。あれは冗談だよ。おい、やめろやめろ、やめてくれ。何してんだよ。これで水の抵抗が少なくなったわね。もう水泳行きたくないよ。あ、ほら、塩素で髪が明るくなってる。これじゃ学校行けないな。あら、そう。じゃあ学校休んでお風呂で遊びましょうか。はい、じゃあこの針持ってね。じゃあ行くわよ。それ。はいはいはい。うわほら、黒髪になったわ。なんだよこれ。明日も頑張りましょうね。さあ、授業を始めます。まずはゴールで 1000m ウォーミングアップです。え、無理だよ。無理無理。早く泳げ。はあ、よし、サボっちゃおう。ヤネちゃん、サボってるわね。早く 1000m 泳げ。もういい加減にしろ。帰ってくれよ。いいわよ。え、私に勝ったら臨時コーチもやめてあげていいわよ。そもそも俺は認めてないぞ。え、臨時コーチ様、よろしくです。よし、お母様対ヤネセブンの試合だ。もう本当に始めようよ。分かったよ、お母さんに勝てばいいんだな。どうすれば勝てるんだ。考えろ考えろ、この芋野郎が。芋引いてんじゃないわよ。あの野郎腹立つな。あっ、それではキリコ様対ヤネスケロスペシャルワンマッチを行います。よーい。必殺技、フィンザマジシャン。ヤネスケが打ちそうだ。すごい追い上げだ。やるわね、ヤネちゃん。私も奥の手を使っちゃおうかしら。マジバタフライ。ヤネスケが負けちゃう。こうなったら最終奥義。
ストストリーム。ヤネスケ、行け！やった、俺の勝ちだ。超気持ちいい。臭すぎて何も言えねえ。あちゃちゃイストリゲージ。喧嘩じゃないの？ヤンキーの小学生は喧嘩じゃなくて遊びの三番勝負で決めるんだ。2回勝てばそのチームの勝ちだ。1番目の試合はイストリゲームだ。おい、俺によこせ。すいません、兄貴、俺の方が先です。俺の先です。勝者、紫組。くそ、足元にも及ばないわね。2番目はケシピン・トマスだ。姉貴はケシピン界で負けなしの最強の小学生なんだ。これで様々な小学生を倒し、万事組のトップになったんだ。止まった？いや、まだだ。勝者、万事組。まあいいわ、これで一勝一敗。次の勝負で決着をつけましょう。最後の勝負はどっちも女子に負けるわけねえ。この勝負もらったぞ。あえて一人になったんだよ。あいつ怪力すぎるぞ。エン様は異次元の怪力、絶対に負けることはないわ。おい、最弱の俺たちしか残ってねえ。もう無理だ。お前らこの万事組を守るんだろ。男なら突っ張れ。来い。一人じゃダメでも三人で止めるんだ。俺が正面で壁になる。キイちゃんが足で踏ん張る。そしてパシリ太郎が全体のバランスを整えるんだ。いけもう諦めたのか。実はパシリ太郎がボコされた時俺は見てたんだ。お前は紫組のことが好きすぎるあまりにストーカーをしていて。かわいい、 GPS つけちゃいたい。 GPS をつけようとしていたところを。その電磁波を利用してボールに仕込んだ電磁波の装置を使い軌道を変えるんだ。勝者、万事組。新番長はヤネスケだ。ありがとうな。お前らこれからもヤンキーとして暴れるぞ。みんな聞いてくれ、ヤネスケが帰ってくるぞ。え、ヤネスケ帰ってくるの？やだー。おお、ドラえもんだよ。嫌いなんてよ。おら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 、死ぬぞ。嫌いなんてよ。え、ハッピー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 、みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナーハッテ。マニーマニー息子で人儲け。お小遣いはなしのバッナーハッテ。